サッカー FIFA ワールドカップカタール大会が20日開幕します。中東では初の開催となり、暑さを避けるために史上初めて11月に始まります。開幕を目前にしてファン専用のエリアがオープンしました。世界各地からサポーターたちが集まって非常に盛り上がっています。優勝すると思います。頑張ってほしいです。19日には前夜祭が盛大に行われ、サポーター向けの会場限定でビールの販売が始まりました。イスラムの教えを重視するカタールでは公共の場での飲酒は禁止されていて、直前になってスタジアムでのビールの販売中止が発表されました。また連日最高気温は32度を超えていて、影響が懸念されています。大会では全64試合が行われます。